小さい頃からずっとセレッソ大阪の試合を家族で見に行ってて、森島選手だったり、西澤選手、大久保選手に憧れて夢を抱いてずっとサッカー頑張ってきたって感じです。やっぱり僕もそうなんですけど、子供の頃、J リーグを見て夢を抱いたように、僕たちも、熱いプレーをして、で地元の子供たちに、一人でも多くの子供たちにやっぱり夢を与えていければなと思います。